皆様こんにちは、イトキンコングです。本日ご紹介するコストコ食材はこちらでございます。チョンガキムチ、はい、もう一回いきます。音っていう感じ。はい、うちの家ではこれ、ま、ずっとリピートして購入しております。でこれもうめちゃくちゃ美味しいので、はい、もうほぼないです。そして今日はこの最後のこのちょっと酸っぱくなってきたキムチ、どうやって使うねんいきましょう。はい、キムチってね、やっぱ時間が経つとちょっとずつね酸っぱくなっていきます。はい、でね、そのまま食べるにはちょっと酸っぱいし、どうしようかと。あの、ただこのね、酸っぱいのはね、あの傷んでるわけじゃなくてね、発酵が進んでるだけなので、美味しく食べれば問題ありません。そんな時にいいのがチヂミ。はい、キムチチヂミです。もううちの家でいつもこれ、最後これです。はい、キムチがねこれぐらいになったらぜひやってください。いきます。めちゃくちゃ簡単。はい、でまずこれ、はい、ちょっとね、あの大きいところとかがあるので切ります。直接です。まな板にキムチついたら結構ないよね。そう赤くなるもんね、まな板が、うん、はい、だからね、こうですよ。見えるかな、うん、ザクザクです。ね、汁とかね残ってるでしょ。このままです。はい、もうね、この中で今日いきますよ。あのコストコに売ってるなんかボトルのさ、ホットケーキ作るやつ、うん、うん、あるじゃない、牛乳、アメリカの牛乳みたいなやつに入ってるやつ。そう、うん、粉が入ってて、そこに牛乳入れてシェイクするみたいな、あの感覚でいきましょう。玉ねぎ入れます。角切り、はい、ここに青唐辛子入れます。これあの前回の動画で紹介したやつです。あの冷凍して保存してますっていうのを概要欄に貼っておきます。青唐辛子なければネギでいいです。卵1つ入れます。あとはここに粉を入れたら完成です。でチヂミの粉、チヂミ粉って売ってるんですけど、もちろんチヂミ粉持ってる方はチヂミの粉入れてください。ない方、ないけどなんかサクサクにしたいなっていう方、一つ目の方法、はい、小麦粉と天ぷら粉、小麦粉と天ぷら粉1対1で入れてください。じゃあサクサクになります。いや、小麦、こんな天ぷら粉ないよっていう方、はい、小麦粉に片栗粉足します。これサクサクになります。はい、まあいずれかの方法でやればいいと思います。今日は小麦粉と片栗粉でいきましょう。はい、分量は3対1ぐらいです。はい、ここにね小麦粉、様子見ていきますよ。いけるな、3、これだ。で片栗粉1、はい、3対1の分量入れました。で蓋してね混ぜます。面白くない？ほら、これですよ。ほら、ね、大体混ざりますよこれで、うん、ただ一応スプーンで確認しましょうよ。こんな感じで、ほら見える、ほらこんな感じで、めっちゃちゃんと混ざってる。うん、もうちょっと混ぜようか、はい、これでまあちょっとね分量的に確認しながらですけど、はい、もう一回いきます。いいよねこれ、うん、うん、こんな感じです。はい、うちの家はね最後はいつもこれですよ。はい、こんな感じ。はい、赤くなるように。はい、でもしキムチの汁、キムチが少なくて赤くならない場合、コチュジャン入れてもいいです。その辺はお好みでやっていただけたらいいかなと思います。コチュジャン入れても赤くなってね、コクが出て美味しくなります。これ十分、うん、はい、濃度はねこれぐらいです。お好み焼きぐらいっていうの、ポトポトっていう感じ、ほらポトポトっていう感じです。それではチヂミ焼いていきます。油ね、いきますよ。サラダ油です。ダブルフライパンでいきましょう。
してます。はい、これでキムチ使い切り、キムチチヂミでございます。簡単、美味しそう。ほら、こんな感じ、いいね。はい、いただきます。はい、これママです、どうぞ。はい、もうチヂミ、このキムチチヂミはもうこのまま咲いて食べてほしいです。こうやってね、はい、でこの玉ねぎね、角切りの玉ねぎがシャクッとしてて美味しいよ。いただきます。美味しいね。うん。キムチの味だけ。うん。うん、美味しいね。玉ねぎ美味しいね、やっぱりサクサクで。うん。うん、あの玉ねぎスライスね、チヂミって言ったらスライスで入れると思うんですが、このキムチチヂミするときは材料少なめなので玉ねぎの存在感を残した方がシャクシャクして美味しいと思います。美味しいね。うん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 。美味しい。まあおすすめよ。はい、ということで本日はこちら、チョンガキムチ、最後これぐらい残ったらここで振ってチヂミを作るでございました。これはね、もう子供と一緒に楽しんでやってください。こうやって。はい、奥さんと一緒にこうやって楽しんでやってください。じゃあ、あの美味しいチヂミ、簡単にできます。本当にすぐ、今10分ぐらいかな、すぐできました。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンのよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イトキンコミでした。バイバイ。チョンガキムチおすすめ、今回も食べきりました。